はい、皆さんこんにちは。今回はですね、死のそれは無条件に乗り越えなくてもいいという、こうね、こういうなんか物々しいこうテーマなんですかね。まあ、死というとね、こうまああのね、あの世も何も信じない立場で、まあ、それを受け入れようという、こう現実的な、まあ、立場もあるわけですけどね。まあ、なかなかね、まあそういう時は結構きついこともあるんですけれども、でもまあきついからこそそれを目標にする人もいるわけですね。うん、ただまあなかなかねそれってやっぱり本当の意味ではなかなか難しくて、ね、ロッシュフーコーという人でしたね。ラ・ロッシュフーコーでしたかね。死と太陽は直視できないだったかな。なんかそんなことを言ってましたけどね。だから死というのは見た直視したように見えて、でも本当に直視はできないと、ね、だから死というものはいうものをなんか受け入れるというのは、何かを見ないこと、その中の何かの側面を見ないことによって初めて可能になるということですよね。うん、だからこの何かを見ていないことを仮に泡だとすると、それを細かく小さな泡にして見えなくして、それで直視しているというふうに思い込むというかね、そういうことになるかなと、うん、思いますよね。うん、だからロッシュフーコーもね、ロッシュフーコーの思想ってこともあんまりそんなにいいとは思わないんですけども、まあ、ただこれに関してはそういう側面もあるかなということはありますよね。うん、ただ別にそのだから見ていない、何かを見ていないということを、まあ見ないことに見ないで、まあ直視していると思い込むというのは、別にそれはそれでいいと思うんですよ。うん、だからつまり本当は直視できていないということを、あえてというか、まあ直視しないことで心を安定させるということもあるんで、まあそれはそれでいいんじゃないかなと。で、まあ、そこのね、直視云々はともかくとして、まあ、そこの、そうですね、まあ、大体こう、まあ、いろんなその乗り越え方ってあると思いますけど、まあまあ、例えばこう自然に帰って、自然と一つになると、一つに溶け込むというかね、一つになるという、まあ、そういうイメージで恐れを乗り越えるということもありますね。それもそういうイメージで、その死の、まあ、いくらかの側面を見ないようにして乗り越えるということなんでしょうし、また他のね、いろんな乗り越え方の場合も同様で、まあ、何らかの形でうまくね、その死の恐ろしい側面を、まあ、うまく見ないようにして乗り越えるということなんですよね。うん、まあそれはそれでいい、あれなんですよね。うん、いいと思う。だからより一般に何かの不安とか恐れっていうのを乗り越えるっていうのは、その中のいくらかの側面を見ないようにするということですね。だからその不安、恐れのその泡っていうのをこう見えなく、小さくして見えなくするということですね、これも。うん、で、まあ、私はそれはそれでいいと思うんですよ。ただそれはそれでいいんですけども、ただね、まあ、時折ね、それをね、人に啓蒙しようとするパターンがあって、これがちょっとまずいかなと。例えばこう考えることで死の恐れを乗り越えられましたとかいうふうにね、こう、まあ、喧伝しようとするような、そういうパターンになるとちょっとこう怪しいかなという感じでね。だからね、そうなってしまうのは、そのまあ一つにはその直視できていないということを直視できていないからだとも言えるんですけど、まあそれがちょっとね、そういう形に現れてしまうと結構ちょっと害もあるかなという感じでね。うん、ただね、直視できているという、自分は直視できているんだということが、その人にとっての豊かなフィクションになっているならば、一応それを信じてもいいと思うんですよね。ただ問題はその現れ方で、それをこうなんかやたらと喧伝したり啓蒙したり、なんで、要するにそれを押し付けるみたいなのはちょっとまずいかなということで、なんですけどね。ただそうなるのもね、要するにどこかで状況を受け入れられていない自分の状態があると、まあ、何か肝心なことが達成されていないように思えて不安になると。まあ、その何か肝心なこと、まあ、仮に X としましょう。
で、その X が達成されていなくても大丈夫だと思えればいいわけなんですよね。で、だから私の場合はその、まあ、X なん、その X は、まあ、自分が直接達成できていなくても何か大きなものを、まあ、仮に α とします。で、α が達成してくれていて、その α に自分はつながっていると、まあ、感じているわけですよ。で、そのつながりにより自分もその達成を持っている、もらっているというか持っていると、うん、で、これがキリスト教的な、まあ、ある種信仰なわけで、この α というのがキリスト教で言えばキリストであったり、まあ、キリストでありまた神なわけですけど、ね、まあ、その、まあ、α を信じるというのがそのキリスト教的な信仰なわけですよ、うん。だもちろん、これね、あるいはこれもね、フィクションかもしれないわけですけども、まあ、しかしその豊かなフィクションというのを信じることで、まあ、自由になれているので、まあ、これでいいかなという感じですね。で、まあ、アルファは全てを持っているわけです。で、そしてその自分もアルファにつながることで、まあ、それらを持っている、全てを持っているわけです。だから私たちはすでに持っているということですね。だからことさら何かを新たに求めたりしなくても大丈夫だということでね、まあ、私たちは自由だということですよね、はい。まあ、ということで、まあ、こういうふうに考えると、まあ、これが豊かなフィクションでも別にいいんですよ、うん。で、まあ、こういう豊かなフィクションによってこう自由に、まあ、なれるのは、まあ、それもいいんじゃないかなと、まあ、思いますよね、はい。ということで、まあ、今回はね、まあ、死の恐れは無条件に乗り越えなくてもいいという、まあ、そういう話でしたけどね、まあ、今回の動画ね、参考になったという方は高評価、チャンネル登録等よろしくお願いします。またね、コメントなどもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。